ぽんちゃん。あやちゃん。今日はね、うん、あの、ちょっと変わったラーメン屋さんがあるって聞いて。うん、これラーメン屋さんなの？うん。名前がね、うん、古川農園。古川農園？古川農園っていう。農園って今のラーメン屋さん。農園。農園っていうから、海外野菜売ってたり、果物売ってたりするやろ。うん、ラーメン屋さんだ。ラーメン屋さんなんだ。そうなんだ。ここの前通ると、うん、なんかね、いつもね、行列ができてるわけ。うん、その行列がさ、うん、半端ないのよ。半端ないの？で、しかも看板が全くなくて。看板ないね。うん。倉庫みたいなとこで。倉庫みたい。何やってんの？みたいな。何やってんの？ラーメン屋さんや。古川農園の？はい。古川農園ですね。ラーメン屋さん。今はね、ほら、綺麗にね、お店直して、このラーメンの、のれんかかってるやろ、うん、で今日ね、うん、初めて来ました。初めて来ました。初めて。もう今日来ようとはね、もうずっと思っとったんよ。思っとったの？思っとったんやけど。気になるお店だったのね、うん。秘密にしとった。秘密だったの？ポンちゃんに言っとらんかったの？本当に知らんかった。ああ。まあそんなことでね、ポンちゃん。はい。古川農園さん来ましたので、はい、まず入ってみましょう。はい。ね。これ見てこれ。これが手打ち麺です。うん、手打ち麺のな。平打ち。ああ本当に手打ち。手打ち麺。こういう感じで。こういう感じ。手打ち麺。ちょっとなまるで。こっちはこっちは何？ちょっと普通の麺。何ラーメン？これはネギチャーシュー。ネギチャーシュー。ネギチャーシュー。これが普通の麺。ちょっと縮れ。高水麺っぽい。おお、食べてみるか。食べてみましょう。うん。あ、おいしい。これか。おいしいござる。じゃあちょっとわても行ってみますよ、うん。このスープがね、ちょっとね、完全なあの漬けてるスープではないね。うん、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 ええ味だね。何これ、何とも言えない。うん、何とも言えんね。うん、おお、これは本当に手打ち麺って感じ。うん、するする。ごめんな、すごい平打ちの手打ち麺。おー、ポンちゃん。うん。もっと美味しいわ。あのね、うん、すごく、食べ応えあり。あり？うん。この、チャーシューさんもすごい肉そばやけど、いっぱい乗っとるね、これ。ね。うん。うん。おいしい、やっぱくて。うん。あの、すごく味が乗っとるね。乗っとる。うん。乗っとる、乗っとる。濃すぎず、ん、しっかりと味入ってる。ありがとうね。ネギいいね、ポンちゃん。ネギちゃん。うん。うん、おいしい。味噌もあるもんね。うん、味噌味。うん。すごいよ、この食べ応えが。麺の。麺の？でも、ポンちゃんきっと手打ち麺よりこれ、強麺の方が好きかもしれん。うん、うどんみたい。うん、食べる。うん、味は一緒やな。あ、うん、うん、ほんと太いな。うん、麺の存在感が、存在感すごい、すごいでしょ。麺存在入ってますよね。おいしい。うん、ね、これはこれですごい。これはこれですごいね、すごいね。辛味噌が、辛味噌混ぜて食べてあんた、うん、
あ、豆板醤が効いたな。うん、辛みや。うん。うん。美味しいわ。ええで。うん。そっか。はい。これまた全然違った個性の。個性のな。うん。あのラーメン屋さんだよね。これ鶏かな、だしだな。うん。鶏も使ってるけど、豚骨も使ってる気がするけど、この麺だよ、この麺、この手打ち麺、本当の手打ち麺、うんうん、このスープさ、うん、絶対もう一回食べたくなるスープだよね、うん、美味しいスープ、うん、ああなんかここのラーメンのスープ飲みたいっていうね、その思いをさせられそうな、させられそうな、うん、素朴にうまい、うん、醤油よね、うん、やっぱラーメンってさ、ね、よく思うんだけど、うん、綺麗なだけじゃなくてさ、あ、また食いたくなるってさ、あ、このありますね、ね、うん、そっち系でしょ、うん、これは、うん、ハマる気がする、美味しい、うんうん、車が次から次から入ってくるよ、うん、ひっきりなしや、今12時半な、うん、まあこの時間だけど、このラーメンを食べてるわずか何分かの間にな、うん、胃袋をつかまれた感じするよ、する、うん、胃袋をつかまれた、スープが美味しい、うん、こうぐーっと胃の中に優しく入ってくる、な、まあ比較的しょっぱいんやけど、でもそれが、うん、悪くない感じ、うん、やっぱりこれ麺とかとの相性もね、うん、なあるかも、これは小西製麺や、あ、ここ小西さんだ、よく分かったな、味で分かるよ、ほんま朝日屋さんはね、こういうの作っとらんで、ね、小西さんちょっと粉っぽいよ、朝日さんよ、朝日さんの方が高すい、もちもち、なんてね、箱がありました、そうでしょ、うん、でもこれこれですよじゃあ、横浜なんかの麺はどっちかというとこっちに近いよね、うん、ちょっと粉っぽい、うん、やっぱりな、美味しかったね、魅惑な、もう胃袋どうがっちり、胃袋がっちり、胃袋がっちりやって、また飲みたくなるね、頑張りました、頑張りましたね、これは話題なはずや、ね、魔法入れてるわけじゃない、そうだね、驚きある、もともと農産物がここで売っとったと思うよ、最初は、それで古川農園、でも農産物ないよね、ラーメンだけ、もうラーメンだけになりました、ね、まあそういうことで美味しかったです、美味しかったね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、内緒にしとったやろ、内緒にしとったけど、どうや、内緒にしとっただけあったやろ、うん、なあ、これは簡単には言われん人に、うん、なぜならな、こぎすぎて入れなくなるからやろあんまり人に言えんねよ、うん、なあ、うん、ここのスープにはちょっと胃袋つかまれますよね、おいしいスープね、え、うん、麺は小西さんの麺っぽかったな、うん、でもね、手打ち麺もあったの、手打ち麺で太麺のちょっと入れた平麺、平打ち麺、うん、はい、すごかったな、あれが食べ応えあるよ、ありました、大ありや、大ありな、あ、うん、まあそういうことで胃袋ギュギュッとはまりました、はまりましたな、うん、じゃあ、ということで、うん、ごちそうさまでした、ビデオストップ。